民保、3、18から19にパシフィコ横浜国立大ホールで2023ベストチョイス民保ラッキーチョイスインジャパン開催決定。ウェブトゥーン恋愛限度超過などのパクヒョンジュン作家、膵臓癌の闘病中であることを明かす。TNX チョンジュンヒョク、不安症状のため当分の間活動を中止へ。YG 側も、G ドラゴンアンダーラインと新世界グループの異名非会長の孫娘との熱愛を否定。ヒロポン使用容疑で拘束起訴されたが執行猶予の判決となった作曲家兼事業家のドン・スパイク、裁判担当の部長判事と同期で検察や裁判所で行為にいたことのある弁護士を雇って裁判に臨んで実刑免れたのではないかという疑惑が浮上。チャンウォニョン、13日の放送で KBS の音楽番組ミュージックバンク卒業と報じられる。執行猶予中に飲酒運転で昨年10月に釈放されたラッパーのの、EL、ニューアルバムトリポヌイールのトラックリストと歌詞の一部を SNS で公開。春イトル3日サフル1週間が過ぎていくという部分で3日を表す単語が続いていることがカラナフルのミスではないかとネットユーザーが指摘。